流儀ですね。今回は信用を得る方法です。信用を得る方法、まあ、あのビジネスやっていくと信用大事とかね、信頼関係大事って、まあ、言ってますよね。僕も、うん、あといろんなところではあると思うんですけど、信用信頼が大事だよみたいな。じゃあ信用を得るためにはどうすればいいと思います？これね、もうね、これしかないです。これしか、言ったこととやっていることをできるだけ一緒にするってことです。言ったこととやったこと、やってるやることを一緒にすることです。分かりやすく言うならば何やろな、10万貸してと、10万お金貸してと、10万お金を貸して、でこのじゃあ26日までに絶対返すと、絶対返すっていうか、あの100万申し訳ない、100万なんで利子つけて、あの26日に110万で返す。で、おい、10万利子つくんですかみたいな。じゃあいいよみたいな。で、26日に返すってことです。110万として。もっと信用を得たいんだったら120万にして返すみたいなね。わかります？その、言った期日に対して、言った期日に対してしっかり守るってことですね。だから僕ね、結構ね、今ね、お金めっちゃ借りれるんですよ。クレジットカードも通るし、あのローンもめっちゃ通るんですよ。なんか車のローンもね、今2個取ってるんですけど、車のローン2個通ったかみたいな、3個目はありかなみたいな、わかんないですけど、これなんでかっていうと、その僕 GTR のね、あの8年か9年ローンで買ってるんですよ、あれ GTR で。それもう払い終わったんですよ、全部で。1回も返済を滞ってないんですよ。だから多分ね、おそらくオリコ、まあそのオリコで取ったんですけど、 GTR に関しては、だからオリコで多分もう一回なんか審査通せば多分絶対通りますね。自信がありますね。だってもう9年間ぐらいね、ちゃんと払い続けてるんですよ。わかります？ GTR ずっと払ってたんで、滞りなくね。いや、この人9年の信用があるわけじゃないですか。じゃあ貸してもええかなってなりません？どうすか？ね。だからね、僕はあのクレジットカードも今結構通るし、ローンも通るんですよ、ありがたいことに。だから借りて返すっていうのをちゃんとやれば信用つくんで。だからお金借りれば借りるほど信用つくってやばないですか、これね。僕が、編み出したロジックですね。お金を借りてしっかり返すっていう、なんかそれをやると信用勝手につくっていうね。だからその、まあ、言ったこととやったこと、やってることをできるだけ一緒にするってことです。で、僕がなんで信用がついてるかっていうと、もうめちゃめちゃ偉そうに言うんだけど、やってるじゃないですか。もう誰が見てもやってますよね。まあ、めちゃめちゃね、なんて厳しいことも言うし、なんかやれとかね、なんか上から目線で言うけれども、それ相応にやってるので、だからここに信用がつくんですよ。あ、本当にこの人はやってるなっていう、わかります？でも多くの人って言ったこととやってることが違うんですよ。だからそこに信用つかないですよ。でもちろんね、言ったことを全部こう遂行するっていうのは 100% で遂行するっていうのは難しいかもしれないけれども、できるだけ 100% に近づけていくということが大事です。例えば僕の場合も商品、なんだろうな、これもそうなんですけど、2日間限定とかで売るじゃないですか。で、2日間限定で売るんだったらもう2日のみで本当に終わらせるっていう。多分ね、僕ね、ロスタイムとかね、やってないですね。あんまやん、てかやってないんじゃないかな。起業してからやってないですね。昔はガンガンやってたんですよ。会社の時はロスタイムですみたいな、ね。サーバー落ちてないけど落ちてましたみたいな。売り上げ作んないといけないんで。だから今は一人なんで、一人で中長期ビジネスをやっていく上で、まあ信用大事じゃないですか。で、数少ないですから、僕の場合は。昔は広告ガンガンかけたりとかして新規取ってたんであれですけど、いや、今やってないですね、全く。その、もう終わりみたいな。はい、でも、受付終了しましたページしか 見ない、見れない。クリックしても受付終了しましたみたいな、ね。もうずっとそれやってきましたね。もうこの日しか売りませんってやって、で、受付終了しましたページをしっかり出すっていうね。これはね、結構僕の中でね、守ってる大事なことですね。で、そうすると、その本当に2日間しか売らないんだっていう信用がつくじゃないですか。だから、あ、この日に買わないといけないっていうことになりますしね。だから、まあ言ったこととやってることをできるだけ一緒にするっていうのが信用をつけることですね。はい。いってらっしゃい。